地方競馬、地方競馬探検隊。地方競馬の情報発信基地、クリック地方競馬、地方競馬探検隊、ナビゲーターの秋田夏子です。東日本大震災から1年が経ちました。それに伴い各地の競馬場では追悼行事が行われています。3月9日、大井競馬場では相馬野馬追復興支援イベントが行われ、最終レースの後には相馬野馬追の騎馬隊の皆さんと大井競馬の騎手たちが募金活動を行いました。たくさんのファンの皆さんが募金に協力している姿が見られました。大井競馬の吉井隆一騎手会長は、1年前に起きたことを僕たち騎手もそしてファンの皆さんも忘れてはなりません、そのためにも継続してこのような活動を続けていきたいとおっしゃっていました。続けよう支援の心、見せよう競馬の底力、競馬からできること、競馬にしかできないことを、これからも一丸となって続けていきたいですね。それではこのコーナーから参りましょう。クリック。先週の重賞ウィナー、まずは重賞レースの勝ち馬一覧をご覧ください。先週は4つの重賞が行われました。それではこちらのレースから見ていきましょう。7日水曜日、大井競馬場では東京スプリントの前哨戦、東京スプリング杯が行われました。3番人気の藤野ウェーブが後位追走から直線半ばで先頭に立つと、最後は後続に3馬身半以上の差をつける快勝。これで通算54戦22勝重賞8勝目、見事このレース3連覇を達成しました。10歳馬藤野ウェーブ、この競争昨年に続いて連覇達成。地方馬で唯一 JBC を勝った馬藤野ウェーブ、10歳になってもその力強さは変わりません。酒井秀光騎手は4番枠以内だったらチャンスがあると思っていたそうで、レースも理想通りの展開になったそうです。高橋三郎調教師は本当にすごい馬だと目を潤ませながら喜んでいらっしゃいました。これで5歳から6年連続重賞制覇、偉大な馬藤野ウェーブは今年も地方競馬を盛り上げてくれそうです。続いてはこちらのレースです。8日木曜日、名古屋競馬場では JRA 日本ダービーのステップ競争への代表馬選定競争、北陸、東海、近畿、中国地区交流のスプリングカップが行われました。道中中段を追走した圧倒的一番人気、兵庫の栄新ユリシーズが直線半ばで抜け出すと、最後は後続の追撃を振り切って優勝。これで通算8戦6勝4連勝で重賞2勝目をマークしました。10番は栄新ユリシーズ4連勝です。鞍上木村武史騎手、断然の実績を持つ兵庫の栄新ユリシーズが単勝オッズ 1.1 倍の人気に応えました。もともと中央の新馬勝ち、兵庫ジュニアグランプリ3着という実績の持ち主、前走は地元の重賞でも圧勝しており、現在園田の世代トップの馬です。初の名古屋、初の 1800m でも期待通りにその力を見せてくれました。4月5日に行われる菊水賞ではおそらく一番人気になるでしょう。まずは1冠目の走りに注目です。では次のレースを見てみましょう。11日日曜日、帯広競馬場では2009年生まれの万栄最強馬決定戦、イレネー記念が行われました。第2障害でじっくりと足をため、一気に先頭でクリアした2番人気の錦栄冠がぐいぐいと後続を引き離し、最後は10秒以上の差をつける完勝。これで通算22戦11勝重賞は3度目の挑戦で初勝利となりました。外から朝霧流星でやりますが、7番の天下無双、ブラックボスの三冠を阻止したのは錦栄冠、驚きの圧勝劇でした。七かまど賞ヤングチャンピオンシップは共にブラックボスの2着でしたから、大一番で雪辱を果たしましたね。
見事この世代のチャンピオンの座に立った錦恵館。これからの万栄競馬を背負うべくさらなる成長を遂げてほしいですね。最後のレースはこちらです。11日日曜日、佐賀競馬場では年度末の大一番葉隠れ大賞典が行われました。2周目の向上面から人気2頭のマッチレースとなりましたが、その争いを制したのは2番人気のフサイチオフトラ。 2000m を逃げ切りました。これで通算22戦4勝、佐賀へ移籍後2連勝で重賞初勝利を飾りました。 2000m 逃げ切りました。フサイチオフトラ、倉富龍一郎の葉隠れ大賞典の優勝でした。先行したフサイチオフトラとデュメナス、この2頭のマッチレースは見応えがありました。その戦いを制したのは先手を取ったフサイチオフトラ。中央からの転入初戦の前走は7番人気でしたが逃げ切り勝ち。その時のタイムは重賞級であり、今回も前走と同じタイム、実力を証明しましたね。8歳馬ですが、これまでの出走回数もそれほど多くありませんし、新天地でもう一花二花も咲かせてくれそうですね。以上、先週の重賞ビナーでした。 GDR アナライズポイント。今回の GDR アナライズポイントは2レース。まずは14日水曜日に船橋競馬場で行われる G2 ダイオライト記念です。枠順からご覧ください。地方勢は9頭、JRA 勢は4頭で行われます。フェブラリーステークス3着だったワンダーキュートは8枠12番。休み明け2戦目のフリオーソも同じく8枠、大外13番に入りました。それでは参りましょう。ダイオライト記念のアナライズポイント。ポイント1、3勝目を狙うフリーオーソ。 NAR グランプリ2011で自身4度目となる年度代表馬に選出された船橋のフリーオーソがこのレース3勝目を目指し出走します。前走の川崎記念は今回出走するランフォルセから0秒8離れた3着でしたが、中間に脚部不安がありおよそ8ヶ月半ぶりの出走でした。実績は最上位ですから、きっちりと力を発揮できれば巻き返しは必至と言えるでしょう。ポイント2、強力 JRA 勢来襲。今年の JRA 勢は前頭 GDR 優勝経験がある実力馬が揃いました。この4頭は昨年5月の東海ステークスで対戦。ワンダーキュートが優勝してランフォルセが2着、シビルウォーは10着、ピーラニハイウェイは11着でした。その後8月のブリーダーズゴールドカップではシビルウォーとピーラニハイウェイが対戦してシビルウォーが2秒1も先着。そして12月の東京大賞典ではワンダーキュートとシビルウォーが対戦してワンダーキュートが1秒先着しました。これらを踏まえるとワンダーキュートは当然上位の評価、シビルウォーは破壊力を秘めており流れさえ向けば一発の可能性あり、ピーラニハイウェイは対戦比較を見るとやや劣勢ですが、前走の佐賀記念で GDR 初制覇を果たした勢いは見逃せません。ランフォルセは年明けの川崎記念で2着に入りフリー要素に先着。この時はややレース間隔が空いていた上にスタートで遅れを取ってのものですから価値があります。今回は上積みも見込め距離も向きそうですから外せない一頭と言えそうです。ポイント3、上位進出を狙う地方勢。船橋の当選ルーチェは JRA 時代22戦3勝、1000万条件でもやや頭打ちの成績でした。しかし船橋へ移籍後10戦4勝、前走の金牌で重賞初制覇を果たしました。兄にフリー要素を持つ両決馬、今回は初対決となりますが
兄を脅かす走りを期待したいところです。船橋のスターシップは1月の報知オールスターカップに優勝。同じく船橋のタートルベイは金沢時代の2010年に北国王冠と中日杯を連勝。前走の金牌では当選ルーチェに続く2着となっています。 GDR での実績は劣る2頭ですが、距離を味方につければ激走があるかもしれません。ダイオライト記念のポイントをご覧いただきました。初めての長期休養明け川崎記念は3着だった不要素。当初は距離を考えて柏記念1本に絞る、そんな話も出ていたんですが、今回出走するからにはよっぽど調子がいいんでしょうね。前走で先着を許した馬はおりますが、もちろん実績は1番、地元船橋では負けられません。そしてJRA 勢はいいメンバー揃いましたよね。その中では筆頭ワンダーキュートでしょうか。やはり東京大賞典でのスマートファルコンとの激戦は忘れられません。これまで強い相手と戦って結果を残しているわけですから、今回もフリーオースを脅かす存在になるのではないでしょうか。ただ地元船橋勢も実力は揃っておりますから、上位食い込みに期待です。今年で57回目を迎える伝統の一戦、船橋競馬場で行われる G2 ダイオライト記念は14日水曜日16時15分発走予定です。続いては20日火曜日に高知競馬場で行われる G3 黒船賞です。まずは出走予定馬を見てみましょう。現在はご覧のメンバーが出走を予定しています。昨年の JBC スプリントの覇者スーニが今年初戦を迎えます。では見ていきましょう。黒船賞のアナライズポイント。ポイント1、ダート短距離王スーニ登場。 JBC スプリントを2度制し、現在4連勝中のスーニが今年の初戦を迎えます。前走の兵庫ゴールドトロフィーでは 59.5 キロを背負ったものの、後方追走から豪快に伸びて完勝、王者の貫禄を見せつけました。今回はおよそ3ヶ月ぶりの出走ですが、体調さえ整っていれば優勝の最有力候補と言えるでしょう。ポイント2、王者へ挑む JRA 勢。東証カズン、セイクリムズン、大正ジェットの3頭は1月のネギシステークスで対戦。重賞初挑戦だった東証カズンが2着で、セイクリムズンが6着、大正ジェットは11着でした。東証カズンは全6勝をダート 1400m で上げている馬。地方競馬は初参戦となりますが、小回りコースと深い砂を克服すれば十分に構想は可能です。セイクリムズンは JBC スプリントと兵庫ゴールドトロフィーでスーニの2着、いずれもあと一歩及びませんでした。およそ2年ぶりのコンビとなる岩田康成騎手がこの馬の新たな面を引き出せば逆転があるかもしれません。大正ジェットは村馬な印象がありますが、地方競馬の 1400m 戦に限ると4戦して1着から4着までが1回ずつと大崩れしていません。金走は2桁着順が続いていますが、侮れない1頭です。10歳馬のアイル・ラバゲインは前走のオーシャンステークスで15着に大敗しましたが、その時は1年4ヶ月の休み明けでした。ダートでは6戦して1勝2着2回。2010年の JBC スプリントでは5着に入っていますから、気力や体調が整えば好走できるかもしれません。ポイント3、地方勢の主者。最近5回の成績を見ると地方馬が4回3着以内に入っています。これらの馬に共通していたのは1700メートル以上のレースで勝利。
そして JRA でデビューしているという点でした。今年の出走予定馬では地元高知の丹後の節句とチュニジアンブルー、船橋の敬愛ライジンと愛知のスマートブレードが該当します。実績面では JRA 勢に劣りますが、当日の仕上がり具合やレース展開次第では JRA 勢に一泡吹かせるシーンがあるかもしれません。黒船賞のポイントをご覧いただきました。現在のスプリント王スーニがどれだけ強い競馬を見せるのか、そんなレースでもあるかもしれませんが、私が気になっているのは東証カズンです。実績としては見劣るものの、ネギシステークス2着の時の勝ち馬、そして3着馬がその後のフェブラリーステークス 1,2 着馬ですからね。得意の 1400m にも戻ります。初コンビ武豊ジョッキーということで面白い存在ではないでしょうか。地方勢はポイント3でもあったように、地乗り展開乗り次第では馬券圏内も十分にあるのではないでしょうか。やはり馬券としましては期待の意味も込めまして、地方勢を絡めて買いたいと思っています。スーニの連勝を止める馬は現れるでしょうか。高知競馬場で行われる G3 黒船賞は20日火曜日16時25分発走予定です。以上 GDR アナライズポイントでした。目指せ全国制覇、競馬場へゴー。目指せ全国制覇、競馬場へゴーのコーナーです。前回浅野さんと吉井さんの馬券対決では吉井さんが大差をつけて勝利、浅野さんは悔し涙を流しました。今回はですね、浅野さんのあだを打つべく、私秋田夏子が吉井さんと対決してきました。舞台は名馬名手の里笠松競馬場です。番組のキャスターが2連敗するわけにはいきませんからね。頑張ってきましたよ。さあ、それではご覧いただきましょう。 VTR ゴー。競馬場へゴー、吉井真一です。今日はですね、笠松競馬場にやってきました。前回ね、川崎競馬で浅野さんと馬券対決やりましたが、その時負け犬の遠吠えでね、スタジオには秋田夏子がいるとか、なんとか天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、悪を倒せと私を呼ぶ、私は正義の馬券師725。秋田さんどの辺いるんですかね。ちょ新さんいますよ、私オグリキャップの前に。ちょっとどんな仕事でも受けるんすね。当たり前じゃないですか。びっくりしましたわ。いやいや、この間の川崎馬券対決見ましたよ、はい、見てくれました。はい、私の圧勝やったでしょ。いや、勝ちを誇ってますけど、はい、いくら負けたんですっけ。ね、最終レースまで100円マイナスやったんですけど、最後ね、杉村和樹3連服、ね、笠松はね、ほんまね、優しい人多いんですよ。ありがとうございます。ほんまね、見てくれます。これね、あれですから、都会の競馬場やったらみんな見てみるふりしていきますから。そう、ね、あったかいね。めっちゃ回ってる時にね、はい、何の話でしたっけ。いくら負けたかの話です。やっぱり、はい、1日やるからには、プラスで買えないとね。笠松2回目なんですけど、昨日夜中の2時まで予習してましたから、もうね、バッチリだと思いますよ。朝の大先輩のあだは、私打ちますよ。負けない。今日はね、1日馬券勝負やりましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オープニングからいろいろありましたが、秋田さんと吉井くんの馬券対決スタートです。予習ってどんな予習したんですか。とりあえず、全レースの成績とかをこうチェックしながら、どっち欲しいなとやって、あとは競馬場攻略作戦を見直して、書き出して、やってきましたよ。第一レース。真剣に検討していますね。でももうちょっと喋ってもいいんじゃないかな。まあ当ててくれればいいんだけどね。
返し馬までしっかりとチェックして2人はどんな馬券を買ったのでしょうか。馬単3連単467ボックスで買いました。4番はね、笠松トップジョッキー東川ジョッキー、6番が、中央から来た馬で、7番がね前走、前に行ってあと回収馬もいいかなと思ったんで、この3頭のボックスで行きました。私はですねちょっと吉井さんと被りましたけれども、前走唯一勝ってる馬4番と中央からの転入初戦6番の2頭軸に気になるところに流しました。そして一番人気勝つことも考えて馬単、そして私といえば3連単7から2から5の夏子馬券も今日は全レース買います。まあね、ええやないですか、3連服とかも、うん、取りやすいのがね、取りやすい、ちょっと取りやすいって最初は、ね、まあとにかく当たればいいですね。お二人さん、藤谷いいよ、もう4番でよ藤谷いいよ、私そのままでいいよ、そのままでいいよ、私も私そのままでいいよ、そのままでいいよ、ロッコイロッケサセ3着何ですか、3着何、何 10か。いやいや、まあ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 、とりあえず当たったからいいんじゃないですか、ね、うん、一応2人とも当たりましたが固い決着でマイナスに。幸先が良いのか悪いのか第2レースに期待しましょう。すっごい割れてますよ、単勝。マジですか、うん、秋田さんは人気薄の3番が気になる様子。一方の吉井くんは7番のねグッドモーニング、これタイムがね良くないんですよ、強い勝ち方やったんですけどと、7番の評価に迷っているようです。2人はどんな結論に達したのでしょうか。ちょっと雨が強くなってきたので、やっぱりね先行ますます有利かなというイメージがあったので、8番を信用して馬服、そしてちょっとね入れ込み気味だったんですけど、逆にガッと逃げて残っちゃう可能性もこの馬場ならあるかなと。なのでそれだけハッピー副賞1000円勝負です。僕はね2列外枠のね8番9番を軸に、相手は127、今日やや重いし持ち時計があるのがいいかなと思いまして、で7番のねグッドモーニングもいいなと思うんですけど、持ち時計が良くない割には人気してるんで、3着2着あるけど頭まではないんじゃないかなっていうので、これね、8番9番吉井ジョッキー藤原ジョッキー買いました。さあこの判断は吉と出るか凶と出るか、注目してレースを見てみましょう。残る、イエーさあ伸びないの、そこからうわめっちゃ荒れたよ、外から伸びてくる7番グッドモーニング、内田2番風向こうへ、外から7番グッドモーニング差し切って5輪、鮮やかに差し切りました7番のグッドモーニング、安城佐藤の馬しもたここの3頭良かった、また外れだ、全然また外れ、ほんま持ち時計通り、7番を軽視した吉井くんの判断は強と出ました。今後がちょっと心配です。ちなみに3連単は2万円台の高配当、逃した魚はでかかったね。場内放送のパドック診断を聞きながら馬券検討に勤しんだ2人、まずこちらは秋田さんの買い目です。8番のマグピーソング、さっきオッズを見たら意外とついてたので馬単で、あと私は足毛も大好きなので結構好みの足毛ちゃんだったので、
8番からとちょっと展開次第なところがありそうなので、10番から8番、11番から1番も付け足して馬単で勝負です。対する吉井くんの買い目はこちら。僕はですね、3レースジョッキーで買いました。意外にね、3番とか1番が1着に来たらめっちゃつくんで、この1番3番ね、トップジョッキー2人がもうババ呼んで前に行くと思ってボックスにしました。どうですかね。うん、8番、8番信用してるんですけど。そうそうそう、これは取ったかもしれんわ。どっちが、秋田さんが。いや、ちょっと取りたい。この変化悔しいな。秋田さん、腹立つって言いながらもなんだか喜んでるみたいですね。向こう山さん頑張れ。うわ、これいいと思うんじゃないの。ドーサーズセーター、5番勝て、5番勝て、ドーサーズセーターさせ、5番させ、ドーサーズセーター5番させ、いけ、5番させ、よし、どうせ外すんやったら。どうせ外すんやったら、もう勝ってないの。いや、やっぱりこれ外したでしょ、5番来たから。やっぱりね、負けん対決はちょっとこれね難しかったわ。これだって、うまい、つけましたよ、ね、今ジョッキーがうまかった。だっていつも後ろだもん、この馬。秋田さん、何を言っても後の祭り、まあ悔しいのはわかるけどね。いや、前半終わりましたけど難しいですね、今日めちゃくちゃ難しいですね。で、結果どっこいどっこいですか。どっかで絶対ね、荒れると思うんですよ、はい、あります、あります、絶対あります。だからそこをちょっと見極めて、はい、ガツンと取りたいですね。はい、負けたちょっと ね盛り上げていきましょうね、うん、ちょっとお互いがね、取って盛り上がらないと意味がないんで。そうそうそう、浅野さんのようにはならないように頑張ります。お願いします。さあ、前半戦ご覧いただきました。スタッフにですね、秋田さんただの馬券親父じゃんと言われたんですけれども、まあ、確かに自分で見ていて、あ、私痛いなと思ったわけですが、前半戦ちょっと結果としてはしょんぼりでしたが、まあ、これは傾向を見ているということで、これから二人でガーッと盛り上げていきますから、この後もぜひご期待ください。ということで、目指せ全国制覇競馬場へ GO のコーナーでした。地方競馬トピックス。地方競馬トピックスのコーナーです。まずはこちらのニュースからご紹介します。岩手の怪物統計2世が慶応先の馬っ子パーク岩手で死亡しました。障害成績は43戦39勝、2着3回3着1回。デビューから18連勝、41戦連続連退、そして菅原勲騎手を背に数多のタイトルを手にしました。3月5日の夜には元気な姿を見せていたそうですが、翌6日の朝に死亡が確認されたということです。震災の影響で飼育が困難だった際、統計2世基金が発足され、全国からたくさんの募金が集まったそうです。いかにファンの皆さんに愛されていたかが分かりますね。そしてこれからも愛され続けるんだと思います。では変わりまして、今週各地の競馬場で行われるファンサービスイベントの情報です。船橋競馬場では14日水曜日に船橋競馬場所属騎手による募金活動や東日本大震災復興支援チャリティーなどが開催されます。園田競馬場では14日水曜日に淡路島玉ねぎスープの試飲サービスが行われます。笠松競馬場では16日金曜日に生産農家直送野菜や笠松名物蹄鉄クッキーなどが販売されます。金沢競馬場では18日日曜日に七尾市観光物産展が開催されます。
高知競馬場では18日と20日に内越初押しをしのぶ展示会、また20日には元気な四国の畜産&競馬祭りが開催されます。では最後に各地の重賞競争ラインナップをご覧いただきましょう。18日日曜日、帯広競馬場では4歳5歳限定のポプラ賞。19日月曜日、福山競馬場ではグランダムジャパン3歳シーズンの開幕戦及び JRA オークスのステップ競争への代表馬選定競争、地方全国交流の若草賞が行われます。続いて今週の GDR ダートグレード競争です。14日水曜日、船橋競馬場では G2 ダイオライト記念、20日火曜日、高知競馬場では G3 黒船賞が行われます。各地の熱戦にどうぞご期待ください。以上、地方競馬トピックスでした。3月11日に2012年の金沢競馬が開幕しました。例年より早い開催となりましたね。当日は朝から大勢のファンが集まったようです。地域的にもまだまだ厳しい寒さが続きますが、なんといっても2013年の JBC の開催が決まったわけですし、今年の金沢競馬も熱いレースを期待したいです。それでは次回もお楽しみに。地方競馬のことならクリック地方競馬に。レッツクリック。